ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、ヤマトです。今回は南北線、駒込駅の混雑状況をお届けいたします。どの車両も全体的に乗車率が高くなっておりました。以下のポイントをご確認していただくことで、少しでも混雑回避につながるかと思います。1. 最後尾付近からの乗車を避ける。最後尾付近は降車が少ない割に乗車が多いので注意しましょう。 2. 乗車する時間の長短によって乗車位置を変える。長時間乗車する場合は3号車付近の列の前に並び、乗車時に座席前あたりまで詰めるのがおすすめです。短時間乗車の場合は乗車率はそこそこありますが、駒込からの乗車がかなり少ない5号車以降がおすすめです。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。まずは2号車付近を見ていきましょう。階段のすぐ近くではないですが、それでも降車する人が多いです。次は最後尾1号車を見ていきます。入線段階での乗車率がすごいですね。そして降車する人がかなり少ないです。車内中央付近はかなり圧迫されそうです。次は先頭6号車付近を見ていきます。乗車率高いですね。ただ乗車する人が少ないのでそこまでですね。次は中央の階段がある3号車付近を見ていきます。中央の階段付近だと降車する人がかなり多いです。列の前に並べるならここから乗って座席付近まで詰めてしまうのもありですね。再度1号車付近に来ました。やはり階段付近ではありますが、降車する人が少ないですね。その割に乗車する人が多いので最後尾付近は乗車率高めになってます。
ちらは2号車付近です。比べてもそこまで乗車率変わらなさそうですね。次は1号車の4番ドア付近を見ていきます。武蔵小杉行きは乗車率低いですね。1号車付近の観察はこれで最後になります。ここから最後まで3号車付近を見ていきます。9時手前でもまだまだ混んでいますね。
ちらが最後になります。武蔵小杉行き2連発ですね。さすがに9時を超えるとかなり空いてきますね。